はい、どうも、うずです。沖縄です。今沖縄に来てるんですけれども、ちょっと需要があるかどうかわからないんですが、たまにはちょっとこういった雰囲気の中、私今年は海外に2回で沖縄が今回1回、その他よくお出かけしてるので、どんなもの持ってってるのかなという、そういったところを軽く見せるだけの動画にします。もう今ね、時間が1時です、深夜なので、サクッと撮ってサクッとね編集してアップしようかなと思います。まず最初に一つですね、こちら、MacBook Pro をやはり持ってきてます。こういったお出かけの時は基本的に持ってくるので、これで動画編集したりとかやり取りいろんな人とね、できるように MacBook Pro を持ってきてます。今回 iPad はあえて置いてきました。で、今撮影してたのがレオフォトの三脚です。こちらも結構ね荷物にはなるんですけど、風景撮影などもね、いいシーンがあったら撮りたいので、比較的持ち運びするようにしてます。レオフォトの三脚。で、足元。ここね、ごめんなさいね。すごくね、ざっくり置いてるんですけど、スマホと今、ルーターを、Wi-Fi ルーターを充電してます。で、持ってきてるアダプターなんですが、こちらが、大容量出力っていうんですかね、大きな出力ができる、アダプター持ってきていて、USB のタイプ A のやつが2つくっついてて、で、こちらがタイプ C が2つあるんですが、今タイプ C のは使ってないです。コンセントを挿して、電源供給してます。はい。で、今回こちらがですね、オーディオコーナーですね。オーディオコーナーっても変ですけど、お気に入りのソニーのウォークマン持ってきていて、よいしょ、ウォークマン。で、飛行機の中はほとんどこれで聞いてました。ソニーの、よく利用している、完全ワイヤレス型イヤホンですね。WF-1000X Mark3。はい、使ってて、でまだ使ってないんですけど、これちょっと寝る前に使おうかなっていうことで、はい、最近お気に入りの、ケンウッドビクタ、イヤホンを持ってきてます。はい、これはもうやっぱりね持ってきちゃう。でこれちょっとね使うか使わないか迷ってたんですけど、アビオットの、完全ワイヤレス型イヤホンで、なんでこれ持ってきたかというと、あれこれ、任天堂スイッチがあるんですが、これに Bluetooth アダプターを今日持ってきてるので、それをつなげて、まあ、アビオットのイヤホンで聞いたらいいんじゃないかなと思ったんですけど、実際今のところまだ利用していないです。あとは先ほどの、電源のアダプターとセットで、使っている大容量モバイルバッテリー。はい。これは MacBook Pro も充電できるので、基本的にいつも持ち運んでます。で、移動ビデオブログ用の GoPro Max ですね。これもちょっと最近定番の持ち込み商品、持ち運び商品。メインカメラになってます。で、これは私の所有物じゃないんですけど、こっちですね。写真を撮るということもちょっと今回考えていたので、RF7200 のレンズもちょっと重たいんですけど持ってきました。カバンの中に常に入れてます。で、先ほどコンビニに寄って、明日の朝ごはん用のパンと、あとお口だね、お口の匂いがちょっとあれだからね。ちょっとこういったミンティアとかも、しっかり備えておきました。で、お財布。で、ピークデザインのバッグの方はもうほぼ今出し切ったので空なんですけれども、サイドのところにいろいろアダプター類とかケーブルなんかが、結構ぎっしりここに入れられてます。まあ、そこまでちょっと見えなくてもいいよね。はい。いろいろとちょっとピークデザインのバッグに突っ込んであります。で、あとはですね、これね、キャリーケース。いつも持ち運びしてるキャリーケースなんですけれども、このキャリーケースね、服があんまり今回入れてないんですよ。2泊3日なんですけど。これカニフィルターですね。カニフィルターのND フィルター、ハーフ ND フィルターなどを持ってきていて、これを使って今日は有形を撮ってました。三脚にくっつけて。で、使う機会ないだろうな。一応ゴドックスのストロボ持ってきてたりとか。あとは、こちらですね。17-40mm の広角レンズ。はい、これも持ってきてました。まだ使ってないです、今日。で、これもね、使う機会今回なさそうかな。マビックミニ。持ってきてたんですが、ちょっとね、那覇空港の付近で飛ばせないので、飛ばせなかったよね。なので、ちょっとお眠かもしれないです。今回使わないかもしれない。でも一応持ってきた。で、それ以外は、あ、もう一個あった。オズモモバイル3ですね。これもちょっと今日使う機会がなかったんですが、明日、2日目は使えるかな？どうだろうね。まあ、この動画が上がってる頃には使ったかどうかの結果は出てるんですけど、一応持ってきました。DJI コンビ。で、あとはもう服とかね、パンツとかそんな感じなんで、ちょっと見てもしょうがないものしかない。はい、というところでしょうか。はい、といったところで、なんてことはない動画なんですが、まあ一応、
私がお出かけするときって大体こんな感じです。あの MacBook があってカメラがあって、まあ、ほとんど撮影機材ですね。とあとは Nintendo Switch があるというのが定番です。もうちょっと夜も遅いので静かにして寝たいと思います。シャワー浴びて寝よっか。ご視聴ありがとうございました。ではまた別の動画で。バイバイ。